久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡市立福岡青陵高校からお届けしています。今日は2年生中山喜助さん、歌が上手くなりたいようですが、その訳とは。僕の将来の夢がアイドルなんですけど、うん、アイドルってやっぱ個人的に歌唱力がやっぱり大事だなって思うんですけど、まだボイストレーニングも受けたことないし、うん、誰かにこうアドバイスもらったとかもないんで、うん、そこであの歌ネタとかされたりしてますし、さまざまななんか音楽番組も出てらっしゃるので、うん、アドバイスもらいたいなと思って、うんうん、歌が苦手なってこと？はい、正直やっぱ歌ってみる？歌ってみますか？いい、自分がいいのであれば。はい、歌います。じゃあなんかちょっと歌ってください。スピッツのチェリー。あ、いい歌じゃん。サビのとこをじゃあ歌います。緊張してる？ちょっと緊張してますね。OKOK。 はい、歌う。緊張してる？やっぱ緊張しますね。緊張しますね、やっぱ少しは。ごめんごめん、人前で歌うの初めて。邪魔してごめんごめんごめん、聞くから OK。 はい、それでは中山さんが歌います、スピッツのチェリー。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、ささやかな喜びも潰れるほど抱きしめて。え、ありがとうございます。え、ちょっと待って、全然下手じゃなくない？やっぱまだ納得できないっていうか、向上心があるってこと？そうです。だからこれ以上望みたい。望みたい、はい、うん。まあなんかそう言われるとなんかちょっとおーって思ってきたけど。まあこれ以上上手くなりたいのね。いやでもなんていうか、それこそ発声の方法だったりとか、あとなんかまあ癖が、歌い方の癖とかを矯正できると思うんだよ。そのボイストレーニングとか受けたら全然いけるんじゃない？今までそういう誰かに聞いてもらってアドバイス受けるみたいなことがなかったんで、自分の歌聞いてもらってここ改善した方がいいとか、まあ、こうしたらまた上手くなるみたいな、その話が聞けて良かったです。頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい。